広が m、MM、m t に通用するのは無税国家になるやんって言ってたけど m、MM、m t は租税が貨幣を動かすって思想を出発してたからそもそも広ろ理解してるのちょっとそれは理解おかしいっすよね租税っていうのはインフレ率を抑制するためにその調整するものだっていうそれだけが国家の役割だっていうのが m、MM、m t の主張なんで無税国家っていうのは全く違うと思いますねそれは貨幣を配るってるうと調税をするっていうのはまた全然別の考え方だからどこからどうやって調税するのかっていうのも思想が入ってくるところだし。 無税国家っていうのはもう要するに国国家家なしと,いうのと同じ状態だから無税国家論とかでもあるんだけどね松下幸之助がさ書いた無税国家論っていうのがあっていっぱいその現物資産で貯めってさその金利で国民生活を賄い、まあ、ましょうみたいな現実に無税国家でもあるしサウジとかもそうだしさ要するに資源がいっぱいある国ってのは無税国家なわけそれだけでも国民の,その社会保障ってできるから、うん、なんだけどそれが望ましいかっていうと微妙なところあるよねって、まあ、個人的には税金取られたくないけどね <laughs> そんな感じかな。 まあ、無税国家論とかねググれば出てくるんでそれは調べてみてもいいのかなと思います MMT では全く違う考え方だね、うん、国民負担をなくしましょうって話だからそれは MMT はもっと積極的に景気に介入しようっていうことだから、うん、ケインズ経済学の考え方をちょっと発展したニューニューニューケインジアンニューニューケインジアンって感じなだからね、うん、オルタナティブケインジアンとか言うべきかそういう感じの考え方だから無税国家論とは全然別の考え方だね